今回は iPhone で画面を録画する方法です。このコントロールセンターを使うので設定していきます。設定からコントロールセンターをタップします。上下段に分かれていますが、上は使うもの、下は使わない機能です。画面収録を今回使うので緑色のプラスボタンで追加します。これで画面録画が使えるようになります。使い方ですが、画面の下から上へスワイプしてコントロールセンターを表示させます。アイコンを長押しすると始まります。アイコンの中が321と表示され、録画が開始されます。下から上へスワイプするデモ動画です。ご視聴ありがとうございました。